さあ始まりました、裏山チャンネル。こんばんは、まゆです。早速ですが、今回の企画はこの選手誰？性別変換クイズ、イエーイ。今大人気なフェイスアップというアプリで、裏山さんがレッツの選手を性別変換したクイズを作ってくれたそうなので、1枚ずつ誰なのか視聴者の方と一緒に答えていきたいと思います。それでは行きましょう。性別変換クイズはこちら。それでは第1問目、じゃん。この選手はですね、そのまんまですね、カツラをかぶせただけのような変換になってますね。この選手は安井選手です。正解は、はい、安井海人選手でした。正解、イエーイ。では続いて第2問、じゃらん。可愛らしいですね。結構元気な女の子って感じですね。はい、この選手はゴールキーパーの西川選手です。じゃらん。はい、正解でした。西川修作選手です。イエイ。では続いて3問目いきます。じゃらん。もうこちらもですね、安井選手と同様同じですね。はい、この選手は秋元選手です。はい、正解です。秋元隆弘選手です。イエイ。続いて第4問目、じゃらんちょっと今時の髪型ではない。なんか元々の男性の時は結構男らしくてね、ヒゲも生えてて男性らしい選手ですけど、とても可愛らしい女性になりましたね。この選手は、平野雄一選手です。じゃらん。はい、正解でした。平野雄一選手です。イエイ。続いて5問目、じゃらん。お、なんか女優さんの富田美恵さんに似てる感じですね。はい、この選手は、工藤選手です。じゃん。はい、正解です。工藤浩太選手です。イエーイ。はい、では次行きましょう。おお、すごいえ、めちゃめちゃ綺麗じゃん。普通になんかもう海外のモデルさんとかね、女優さん、え、すごい、めちゃめちゃ綺麗だし、少し難しくなりますね、やっぱ日本人と比べて。はい、ではこの選手、シャルク選手です。じゃん。はい、アレックス・シャルク選手、正解です。イエイ。やっぱちょっと日本人よりも悩みますね。もともとね、シャルク選手もかっこいい方なので、もうちょっと女性にすると本当に綺麗ですね。はい、では次7問目、じゃらん。おお、まあでもなんかちょっと私に似た髪型ですねこの選手は大畑選手です。はい、正解は大畑あゆむ選手です。はい、では次8問目いきます。じゃらん。おお、かわいい、めちゃめちゃかわいい、目がパッチリですね。すごい可愛らしい。この選手、江坂選手ですね。はい、正解です。江坂当たる選手でした。まあ、江坂選手自身がね、もうイケメンなので、すごい可愛らしい江坂選手になりました。では次、9問目いきます。じゃらん。おお。え？やっぱ外国人選手って綺麗ですね。本当にハリウッド女優さんみたいな綺麗な感じになりましたね。日本人だと結構、あ、ちょっとカツラかぶってるなって感じありますけど、なんか外国人の選手たちみんな髪の毛まで馴染んでませんはい、この選手はキャスパー・ユンカー選手です。はい、その通り、キャスパー・ユンカー選手でした。えい。なんかユンカー選手を女性にした感じがもう出てますね。はい、では次いきます。10問目、デレン。お、かわいいっちゃかわいいですけどやっぱりなんか日本人って
はい、この選手は、岩波選手です。はい、岩波拓也選手です。では次いきます。11問目、じゃらん。おおこれどういう髪型ですかね。ポニーテールですかねキーパーのユニフォームを着ていますので、三重川選手ですね。正解は、はい、三重川歩美選手です。正解。続いて12問目。はい、おお、かわいい乃木坂の遠藤さくらちゃんに似てますねこの選手もね、もともとの顔が綺麗な選手なので、まあ、女の子にしてもとっても可愛い選手になりました。木原選手です。じゃん、木原レイ選手、正解。イエイ。もうかっこいいですよね、この選手もね。では13問目いきます。はい、おお、この選手多分もともとおひげ生えてないので、もうそのまんまって感じですけど、他の日本人の選手に比べて、こう顔に対する髪の毛の馴染み方はバッチリです。はい、この選手は、大久保選手です。正解見ていきましょう。じゃん、はい、大久保選手でした。イエイ。では続いていきます。じゃらん、かわいいですね。爽やかな、元気な、この子もやっぱスポーツちょっとしてそうですね。はい、この選手は、柴戸選手だと思います。はい、柴戸海選手です。イエイ。やっぱりゴツゴツ感が少しなくなると一気に女性らしくなりますね。とても綺麗でした。続いての問題がこちら。じゃん、おお、大阪直美選手みたいですね、雰囲気。はい、もうこの選手は、鈴木財音選手、間違いないですね。はい、鈴木財音選手です。イエイ。もう財音選手の兄弟って感じですよねはい、では次いきます。じゃらん、おお、え、めっちゃ綺麗、モテますね。アナウンサー系の顔ですね。でもね、その選手自身の特徴っていうのは残ってますので、目、鼻、口、このパーツはもうしっかり残ってます。はい、この選手は、関根選手だと思います。じゃらん、はい、関根貴弘選手でした。イエイ。絶対アナウンサーですね、これははい、では次いきます。じゃらん、おお、かわいいじゃないですか、この選手もめちゃめちゃかわいい。でも少しなんか化粧が濃いめなので、ちょっとお姉感も出ちゃいますけど、やっぱ顔立ちがはっきりしてるので可愛らしい感じですね。はい、この選手も、顔がもう濃いのですぐに分かります。宮本選手です。はい、宮本優太選手でした。イエーイ。では次いきます。じゃん、おおめっちゃ綺麗だけど、ちょっとこう顔の長さが出ちゃってますねでもこのパーツ自体はすごい綺麗。この選手、ショルツ選手ですね。はい、アレクサンダーショルツ選手でした。えい。外国人ね、一人一人ちょっと特徴あるので分かりやすいですが、みんな綺麗な美形な、女性に変身していました。ではどんどんいきます。じゃらん、おお、男性もともとの選手の顔から女性に変わった時に少し顔に変化があるような気もしません？はい、この選手ですね、岩尾選手です。はい、岩尾選手正解です。イエイ。はい、では続いていきましょう。じゃらん、あら、かわいいえ、なんでこの選手急にこんなに顔色が透明感が出てきたんですかね。眉毛が少しハの字になってるので、ちょっとふんわりしたような女の子の印象が出てきました。はい、この選手は松尾選手ですね。はい、松尾雄介選手です。イエイ。ではでは次いきます。はい、なんかの映画に出てたような、美人さですね。なんかこう奥さん
この選手の奥さんってこういう顔なのかなくらいにしか見えないですね。なんかレッツのユニフォーム着て応援して会場にいそうな感じですね。この選手はあのモーベルグ選手かと思います。はい、ダビド・モーベルグ選手です。このおひげがなくなるのですごい急に女性らしくなるんですかね。はい、では続いていきます。じゃん、あら、なんかこの選手ももともと可愛らしさっていうところと、まあ、イケメンも兼ね揃えてる選手なんで、まあ、確かに女性にしても可愛いだろうなっていうのは予想つきますけど、結構ギャル系の女の子になりましたね。はい、この選手は小泉選手だと思います。はい、小泉よしお選手です。イエイ。もともと肌黒いんですかね、小泉選手が。はい、では続いていきましょう。おお、あ、ちょっとこれも私ちょっと知り合いにいますね、この方フィットネスクラブで入ってたんですけど、こういうトレーナーいます。とても運動神経いいです。はい、この選手、伊藤選手ですね。はい、伊藤敦樹選手です。イエイ。顔そんなに変わらないですね。とても美人です。はい、では次行きましょう。おお。あ、これはなかなか強烈なんじゃないですかね。少しメイクの濃さが目立ちますね。あまりこう現代の日本人にいるタイプではないかなと思います。知念選手ですね。はい、やっぱ沖縄出身ですよね、知念選手はね。顔の濃さがやっぱ出ちゃってますね。はい、では続いていきます。じゃん、お、予防、え、めちゃめちゃ持ってますね。これは可愛らしいと綺麗さを兼ね備えてる、結構完璧な女の子じゃないですかね。これは松崎選手です。松崎海選手です。イエーイ。これは本当に可愛らしいと思います。なんか日本人の中で私は一番松崎選手の女の子バージョンが好きかもしれないです。はい、では次行きましょう。あら、これは、あ、でもいますね。多分帰国子女です。結構英語喋れると思います、この方は。私は犬飼選手だと思います。はい、犬飼智也選手です。イエイ。まあ、やっぱヒゲが生えてる選手って女の子にするとだいぶ印象変わる。続いてがこちら、じゃん、おー、綺麗、いや綺麗です、めちゃめちゃ綺麗ですけど、結構ギャルですね。普通にでもテレビ出ててもおかしくない、あのギャルタレントさんですね、これは。はい、この選手は渡選手だと思います。はい、正解です。渡選手でした。絶対ギャルタレントやってます。はい、では次は最後、では行きます。じゃん、お。はい、もうこれは、酒井選手です。正解です。っていうわけにはいかないんですけど、もうそのまま酒井選手です。いや、これ分かんない人いないでしょっていうくらい 100% の、 あの正解率だと思います。はい、では見ていきましょう。じゃん、はい、そうですね、酒井宏樹選手です。イエイ。これはもうそのまんまです。びっくりするくらいそのまんま。これは迷いますね。いや、もう外国人は、外国人選手は皆さん綺麗だったんでって思いますけど、自分が付き合うってなったらちょっと綺麗すぎるなって思うんですよね。なので私の好きなタイプで言うと、ちょっと1人に絞れないので2人出しますけど、1人目関根選手、2人目がやっぱりもう松崎選手ですかね。この2人は本当に清潔感があって、とっ
愛かったです。ちょっと私アナウンサー系の女性とても好きなので、清潔感があって、爽やかな綺麗な女性が結構好きなので、ちょっとこの2人がいいかな。ちょっとここはもう選べない天谷選手はちょっと浮気をしそうなタイプですね。ちょっとまだ遊んでそうなタイプなんで、ちょっと落ち着いた方がいいかなと思います。結婚するんだったら柴戸選手か松尾選手かなって思います。やっぱね、清楚、あと旦那さんに尽くしてくれそうな印象がちょっとお顔からは感じられました。難しいな。やっぱり可愛いで言うと関根選手、松尾選手、松崎選手、この3人ですかね。可愛いトップ3、可愛くないトップ3はちょっと選びにくいですね。じゃあそのまんまっていう意味でいきますね。そのまんまで言うと安井選手、酒井宏樹選手、知念選手ですかね。この3人がちょっと、まあ、男性らしさ、本人のお顔がちょっと抜けきらなかったかなっていう印象がありました。はい、まあ、決してね可愛くないってわけじゃないんですけど、そのまんまっていう意味ではちょっとねこの3人を選ばせてもらいます。皆さんはどうですか？ちょっと教えてください。いかがだったでしょうか？外国人の選手は本当に綺麗で、実際映画とかにも出てきそうなくらい綺麗でしたね。日本人の選手も普通に可愛い選手もいましたが、やはり骨格がねやっぱ男性なので、まあ、ちょっと限界がある選手もいましたね。ぜひ皆さんの感想ランキングもコメント欄でお待ちしてます。今日の動画はこれでおしまいです。 We are Let's 頑張れ。 We are Let's